平野紫耀と滝沢秀明の共演計画が浮上。山 P ピートの共鳴で東京ドームで再出発か平野紫耀26、がジャニーズ事務所を対象し、新たな計画が明らかになりました。滝沢秀明、41、が立ち上げた株式会社トベが年末に東京ドームでのイベントを計画していると報じられました。このイベントではトベの新人オーディションのお披露目も行われる予定です。 一部報道では平野の復帰の足がかりとなる可能性があるとされています。平野は以前から山下智久38を尊敬し、山下とは連絡を取り合っている中です。山下は滝沢とも親しい関係であり、平野は山下を通じて滝沢に対象報告したと言われています。海外進出を夢見る平野にとって、滝沢と山下は共に志を持つ存在となっています。 山下はハリウッド映画に出演するなど海外での活動を広げており、滝沢もまた海外志向があります。ジャニーズ時代には、滝沢歌舞伎のシンガポール公演を行っています。この海外での活動に共鳴する形で、平野も海外進出に対する思いを抱いているようです。ただし、具体的な海外進出を計画はまだはっきりしていません。滝沢はまず国内での地盤を築き、 その後に海外へと挑戦する構想を持っていると言われています。平野も同じ手順に習い、まずは東京ドームでのイベントを通じて仲間たちと復帰したいと考えているようです。特に平野は長年山下を尊敬し、彼との共演を望んでいます。平野は駆け出しの頃、山下とザ少年クラブなどで共演経験があります。成長した自分の姿を山下に見てもらいたいという思いがあるようです。また、 平野にとって東京ドームには因縁もあるようです。多くのアーティストにとって東京ドームは憧れの舞台であり、平野も金プリとして初めてのドームツアーに臨みました。今年の春には2度目のドームツアーを計画していましたが、脱退により頓挫してしまいました。そのため、平野は再びドーム公演に挑戦したいと考えているようです。平野紫耀の逆襲のショーが始まろうとしています。 彼の復帰と東京ドームでの共演は、多くのファンにとって興味深く魅力的な出来事となるでしょう。滝沢と山下との共鳴によって、平野が新たなステージに挑む姿は注目されること間違いありません。今後の平野仕様の動向に期待が高まります。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。